可変電圧可変周波数制御。可変電圧可変周波数制御とは、インバータ装置などの交流電力を出力する電力変換装置において、その出力交流電力の実行電圧と周波数を任意に予する手法である。日本では、鉄道車両の交流毛沢動方式として、可変電圧可変周波数を英語に直訳した後の頭文字を取って、VVVF 制御。 VVVF 制御、もしくは 3VF 制御と呼ぶが、鉄道分野以外で一般に、電動機の可変速駆動制御などと呼ばれるものに、含まれる。家電分野では、インバータエアコンなどに使われる。なお、概要の項で示される、通り VVVF は和製英語であり、英語圏では、主に VFD、鉄道車両などでは、 トラクションインバーターなどと故障もしくは記述されることが多い。おそれぞれ参照のこと。電力変換装置の出力電力手法には、可変電圧可変周波数制御の他に、低電圧低周波数制御、CVC 回制御、可変電圧低周波数制御、VVC 回制御、低電圧可変周波数制御、CVV 回制御がある。電気鉄道では、 交流電圧波形の最大値が、河川電圧に達するまでは、周波数と電圧を比例させ、VVVF 制御領域、河川電圧に到達後は、誘導電動機では滑りを増やして、低出力とし、滑り限界以降はトルクが、速度の事情に、反比例する特性が、基準になる、CVV 界制御領域。この v VVF 制御された、出力特性は、 弱回磁制御を行う直流直巻モータの特性に酷似している。静止系インバータは CVCF とされるが低電圧制御を行うものは VVCF に基幹制御を施したとも言える。この制御で得られる可変電圧可変周波数の電力は交流電動機を可変速駆動する目的で消費される。そのため電力変換装置に接続された 交流電動機を可変速駆動する制御方式を指すことがある。このような出力や電動機制御を実現する鉄道用インバータ装置を VVVF インバータと呼ぶ。VVVF は和製英語である。台湾や韓国などでは日本企業が名付けた故障の影響を受けてこう呼ぶ場合もある。この技術は鉄道車両、電車、電気機関車、トロリーバス、 自動車、電気自動車、ハイブリッドカー、エレベーターといった輸送用機器やファン、ポンプ、空調設備、圧縁機など様々な産業用機器、さらには家庭用電気機械器具、家庭用エアコン、冷蔵庫、洗濯機他などで広く搭載され活用している。パム、PWM というのは直流から任意の交流疑似制限波波形を生成する方式に使用され、 前者がパルス振幅を変えて交流波形を生成するパルス振幅変調もの、後者がパルス幅を変えて交流波形を生成するパルス幅変調方式でありパムは電圧を小圧、高圧させる部分と交流に変換するインバータブで構成される。パムは装置の構造がやや複雑になるため今は鉄道車両では採用及び搭載されていない。PWM は 多くのインバータ制御で使われており、従来の多段合成変圧器を用いた制限波インバータより小型効率にすることが可能である。大電力の VVVF 制御に多用される方式である3レベルインバータは大電圧の低い素子を使用するために電源の中間電圧レベルを供給する回路方式であるが、動作としては PWM である。これに対して、 直流電源電圧をオンオフする元々の単純な方式をにレベルインバータという、高調破損質を抑えるという意味では、マルチレベルインバータの方が良いのの、高電圧用の半導体素子の開発に伴いに、レベルインバータに回帰し始めた。回生制動時には、電力の通過方向が逆になり、実質コンバータとしての機能も持ち兼ねている。 交流での改正制度を可能にする硬直、変換回路として、整流部に PWM コンバータが用いられるようになったが、その理由は立行、改正双方向性を持ち、立行時にはコンバータとして使用しつつ、改正時にはインバータとして使用する必要があるためである。絶縁ゲートバイポーラトランジスタの登場以前ではに、レベルがほとんどであった。例外として、 黎明機の GTO 阻止は高体圧対応の部品がなかったためにあえて3レベルとしたインバータも東急6000系電車、初代などが該当する。また、JR 東日本2 0 9系9 2 0番台電車では、従来の大電流の平型 GTO サイリスタに代わり、冷却装置に取り付ける際の絶縁を考慮しなくて済む低体圧、モジュール型 GTO を使用して、 制御装置の処費用削減や整備性の向上を図っている。一つのインバータで複数の非同期モーターを駆動することが行われているため、制御装置とモーターの関係が CM で表記されている。例えば一つのインバータを持つ制御装置が4つの非同期モーターを駆動する場合、1C4M となる。永久磁石同期モーターなどの同期モーターの場合は、 一つのモーターごとに一つのインバータが必要となるため、個別駆動のみとなるが、四つのインバータを持ち四つの同期モーターを制御する制御装置も登場しており、これが 1C4M と表記されることもある。なお、非同期モーターの場合であってもインバータで空転、再粘着制御が行われているため、粘着利用率だけを見る場合、軸ごとに制御できる個別駆動の方が、性能的に有利とされる。 VVVF 制御は、交流電動機、誘導電動機、同期電動機を、可変速駆動するためのインバータの制御技術である。特に、カゴ形誘導電動機は、構造が簡単なため、保守費用が非常に安く、電動機自体の価格も安い、という利点があることが古くから知られていた。が、回転速度、回転数が、電源の周波数に依存するという欠点があったため、 長らく可変速度を必要とするものでの使用は困難であった。カゴ形誘導電動機の速度制御には、インバータ開発以前にも曲数変換によるものがあったが、これは連続的な速度制御はできなかった。インバータの出力電圧と周波数を連続的に変化させる可変電圧可変周波数制御が、交流電動機の連続的な速度制御を実現した。これは、 近年の半導体技術、特にパワーエレクトロニクスの進歩に伴い、高速、高体圧、大容量の制御素子が開発されて実現可能となったものである。九百六十年代後半頃からファンポンプや消費機など産業用途での利用が始まり、九百七十年代後半から九百八十年代前半には、鉄道やエレベータ、ー、九百九十年代には、 冷蔵庫、エアコンなど家電機器でも利用されるようになった。あとに、汎用インバータの製品価格が安くなり、送風機などでは、風量や制圧調整のためプーリー交換や、モータ交換をするより、インバータ制御で調整した方が安価になっている。なお、ブラシレス DC モータの可変速制御回路も、回路的には、インバータと全く同じであるが、同期モータであるため、 滑りがなく、正確に回転子の位置を調整。フィードバックしないと、動機ずれる、脱調を起こし、停止する。主として、カゴ形三小誘導電動機や、マキ線形三小誘導電動機の制御に使用される。2000年代後半に入り、駆動周波数と回転周波数がほぼ正確に一致し、オープンループ制御が可能となる、高効率な永久自動機電動機。 BMSM や大容量な電磁石同機電動機が徐々に使用されつつある。ただしこれらは電動機一つにつき主制御機、インバータ一台が必要な個別制御でなければ正常に駆動できず、重量、設置面積。この2点は同期電動機に積極的な投資場が一つのパワーユニットに複数のインバータを収める2イ1あるいは4イン1と呼ばれる手法で軽減している価格。 主制御機の保守などの面で課題が残る。対する誘導電動機は2つ以上の電動機を一括制御することも1つの電動機を個別に制御することもできる。同期電動機の採用例を以下に挙げる。単層誘導電動機は以下の点で可変速運転、特に低周波数での運転に適さないこと、また同出力であれば参小誘導電動機の方が安価であり費用面でも利点がないことから、 基本的には使用されない。もっとも、単相誘導電動機を用いた、季節機器を可変速運転したい需要があることも、事実であり、あまり低い回転数で使えないことを条件に、高回転もしくは常時回転が要求されるファン、ポンプ用途に限定して、単相電源単相出力のインバータが、製造販売されている。可変電圧可変周波数制御では、 サイリスタやトランジスタといったスイッチング素子6個からなるブリッジ回路を用いて電流の ON オフを繰り返しキャリア三角波と基準電圧波形を比較してスイッチング素子の ON オフを繰り返しパルス波による PWM パルスウィテスモジュレーション方式により位相差が120度の参照交流を作り出すことで誘導電動機の固定しまき線に 6パターンの電力が供給される。電圧を可変するにはパルス波の幅を変化させ、周波数を変化させるには、スイッチング周期を変えることで行う。パルス波によって作られる制御波形には、一つのパルス波によって、交流の制限波に近い波形を作り出すに、レベル制御波形、一つのパルス波の上にもう一つの、パルス波を上積みして2段階のパルス波にするとにより、波形を より制限波に近い形を作り出す3、レベル制御波形がある。電気鉄道の主電動機駆動同様のスイッチング素子としては初期には逆動通サイリスタ、RCT が用いられていたが1990年代初頭からは、スイッチング素子の駆動回路が簡素化できるゲートターンオフ入りした GTO サイリスタが用いられるようになった。さらに1990年代終盤以降は、 スイッチング速度が速い、絶縁ゲートバイポーラトランジスタが主として用いられている。イベットの採用により、より制限波に近い出力が得られ、イベットを2段直列に接続することで、電圧を2段階で加圧して、2段階のパルス波を発生させることにより、さらにより制限波に近い出力を得ることができる3、レベルインバータが開発され、電力変換器の低損失化や、 波形歪みの軽減ができるようになった。また、キャリア周波数を人間にとって耳障りな周波数よりも高い領域にすることで、インバータ装置や電動機の低騒音化が実現できるようになった。2010年代以降は、従来のケース SI より絶縁破壊電圧が高く機器を小型化できる単価ケースを一部に使用したハイブリッド型ものや、さらにはチックを全面的に用いた、 モスッが導入されつつある。シックとは、ゲルマニウムやシリコンと同じ半導体の素材であって、当然シックイベットなどもあり得る。従って、イベットなどの半導体素子そのものを指すには、不適切であるが、シックというスイッチング素子があるかのような表現が広く、用いられている。シックモスフェットは SI イベットに比べ、スイッチング損失が低く省電力である。 損失が減って発熱が減ることで、回生ブレーキの使える範囲も広くなる。また、シックモスフェットはスイッチング速度が速く、時間あたり多くのオンオフが可能であり、これにより高速域でも高いパルスモードを使うことができ、モーターの向上破損失を低く抑えることが可能となる。産業用や家電用のインバータに用いられることが多い素子である、バイポーラトランジスタは、 電気鉄道用としては、耐圧が不足することからほとんど使用されていない。実績を挙げると、バイボーラトランジスタの一種である、パワートランジスタを利用した電車として、JR 東日本901系編成、後の JR 東日本209系900番台や、道701系、JR 西日本207系0番台が挙げられる。 VVVF インバータ制御は交流モーターである誘導電動機や同期電動機の基本特性に合わせその回転数周波数にほぼ比例した電圧を加える制御方式である従前は供給電源の周波数を自由に変えられる装置が簡単には構成できなかったため電圧を何段階かに切り替えたり巻線の結線を変えあるいは回転子のコイルに 滑り周波数に見合った直列動抵抗を挿入して最大トルクを得るように調整するなど電気特性的にはイレギュラーな簡易的起動方法を採用して起動後の定常運転状態では軽負荷で使っていた商用周波数での起動の困難のために無用に外出力の電動機を採用していたしかし大電力用半導体素子の発達で インバーターとして自由な周波数と電圧を生成できるようになったことで、モーター特性に合わせた電力供給が実現されて、定常運転出力にあった小型のモーターを採用できるようになった。今、鉄心の磁気飽和による最大時速以下の範囲に例示された回転子が回転数 N で回転していた場合、固定子に巻かれたコイルには最大 ファイのほぼ制限波の時速が錯誤する。コイル有機電圧フォーミュラ1は、時速の変化率、イコール微分値関数、n である。すなわち、錯誤時速をとするとき、ファイにつく、e、m は、点数。フォーミュラ4の時間微分、変化率は、フォーミュラ5であるから、有機電圧 E はとなって、一定時速なら、有機機電力 e は、回転数、n、周波数、 F に比例することがわかる。E、F が一定とも言える。モーターの端子電圧イコール供給電圧はこれ、有機起電力位、e、に、巻線抵抗などのインピーダンス電圧効果分を加えたもので並行するから、それをインバータで生成する方式が、VVVF インバータ制御と言われものである。常に最大トルク付近や最大効率を終えるので、 使用する交流モーターを従前よりかなり小型化でき、細かな制御ができるようになった。そのためエアコンなど家電製品でもインバータ方式、イコール VVVF 方式が主流になりつつある。設定されているシークエンス、シーケンスで電圧、周波数を連動させて制御する。特徴用途、回転部に回転数、センサー、パルス発信機など、回転子位置センサー。 ホール素子などを取り付け、その計測結果に基づいて、電圧、周波数、位相などを適切に制御し、目的とする回転数、トルクを得る。特徴用途、回転部のセンサを省略し、代わりに、各幹線の電流の大きさと位相で、トルクと回転数を推定し、それに基づいて、電圧、周波数を変化させ、目的のトルク、回転数を得る。 特徴用途、世界で初めて営業運転に投入された VVVF インバータ制御車用は、電車では1977年に収益したヘルシン基地下鉄 M100 系電車、機関車では1979年に収益した西ドイツ国鉄、現ドイツ鉄道120電気機関車と言われている。当時は VVVF インバータ制御がほとんど普及していなかったが、 1990年代より採用が拡大した。旧日本国有鉄道における無整粒子、電動機駆動方式の開発としては、1972年、昭和47年12月に蜘蛇791、軽交流試験電車を用いて、同期電動機とサイリストモーターとサイクロコンバータをいての試験が実施されている。ただし、 今日の事例式電圧型 PWM、VVVF インバータとは異なり、サイリスタによる多例式に近い電流系サイクロコンバータによるものであって回路構成や制御方法は大きく異なる。試験にあたっては、購買条件などを考慮して、日光本,本線の柳ヶ浦基地区間、約 30km の区間で行われた。日立製作所と富士電気製の機器が使用され、試験の結果は、 良好だったが、機器の大きさや重量面において大きな問題が残された。その後、1979年、昭和54年から翌1980年、昭和55年にかけて、青函トンネル用電気機関車を想定した悪条件下での走行時における信頼性確保や保守性の向上のため、サイリスタコンバータと PWM インバータ、 大出力の6 5 0ット出力、誘導電動機2台が試作製造され、試験大試験、大上試験を実施している。装置は、日立、三菱、東芝三社のもので、素子には逆動通サイリスタが採用された。試験結果は良好であったが、青函トンネル開業時期の遅れと国鉄の財政悪化などから採用は見送られた。なお、ここまでの試験は、 無性粒子電動機への取り組みであり、厳密には VVVF インバータ制御とは直接関係しない。いよいよ1984年、昭和59年には将来の北陸新幹線など次世代新幹線への採用も視野に入れた VVVF インバータ制御の試験として在来専用システムとしての GTO サイリスタ素子を 使用した VVF インバータ装置と誘導電動機など、機器一式を用意し、試験台試験、台上試験を実施した。この試験結果を受け、実際に装置一式を車両に偽装して、走行試験を実施することになった。試験者となったのは、廃車となる1 0 1系2両で、装置一式、GTO サイリスタ素子を使用した VVF インバータ装置などを床上偽装し、 1985年、昭和60年12月から1986年、昭和61年1月までの間を2回に分けて試験が実施された。試験者は国鉄浜松工場で校内走行試験後、東海道本線、静岡と余橋間で本線走行試験を実施した。なお、試験を2回に分けたのは国鉄では在来専用の通勤停電車から、 高速走行をする、新幹線車両まで多様な車両が必要なことから、主電動機には、特性の異なる4種類8台の誘導電動機、いずれも1 5ット出力が用意され、これらの試験を実施するためであった。その後、国鉄の分割民営化を控えた1986年、昭和61年秋に落成した207系900番台で、 VVVF インバータ制御が正式採用した試作車が完成した。その 207K900 番台は JR 東日本に引き継がれたが、東日本を含む JR 各社での VVVF インバータ制御の本格的な採用は、私鉄にやや遅れ、1990年以降となる。新幹線では、1990年に、東海道新幹線の300系電車の試作車が、 作られ、1992年から量産が開始された。その後、各新幹線の車両は、VVVF インバータ制御へ移行している。2013年に200系電車が引退したため、営業運転中の新幹線車両はすべて、VVVF 制御となった。一方で、旧国鉄での開発と並行し、各電気企業で1975年、昭和50年頃から、 大手私鉄、公営交通と手を組んだ開発が盛んとなり、特に、日立製作所、東洋電気製造、三菱電機、東芝が、下記の通り相次いで、現車試験を実施している。1978年、昭和53年11月に、帝都高速度交通営団、現、東京地下鉄イコール、東京メトロ千代田線において6000系一次試作車に、 日立製作所製の VVVF インバータ装置、逆動通サイリスタ素子を使いと 130kW 出力のカゴ形参照誘導電動機を搭載した現車試験が実施された。これが日本国内における最初の VVVF インバータ装置を搭載しての走行試験である。その後、1 9八十年昭和十五年春には日立製作所水戸工場で 東京急行電鉄から譲渡されたデハ3550型に VVVF インバータ装置逆動通サイリスタ素子を使用搭載して校内走行試験が実施れている。また、同年6月には東洋電気製造が相模鉄道の6000系に VVVF インバータ装置逆動通サイリスタ素子を使用搭載して同線で現車試験を実施した。 また、1981年、昭和56年7月から翌1982年、昭和57年4月にかけて、大阪市交通局100型に、世界で初めて GTO サイリスタを使用した VVVF インバータ装置の試験が実施された。企業は、三菱、一木たち、東芝3社の装置が使用された。日本でただ一つの富士電気製。 VVVF インバータ装置搭載車が、兵庫県を走る山陽5030系、リニューアル車も含むで使われている。営業用車両としては、1982年、昭和57年に、熊本市交通局8200系電車が、日本初となる、1983年のローレル賞、受賞。このインバータは逆動通サイリスタを用いたもので、あったが、 一般的なゲートタウンオフサイリスタ阻止による初の VVVF インバータ搭載車用は1984年昭和59年に登場した大阪市営地下鉄の20系電車2台目となる高速鉄道としては日本初。しかし試験が長引いたため営業開始日順となる下表では4番目にある。 火線電圧1 5 0 0トでの初の VVVF インバータ制御車用は、東急6000軽電車の VVVF 改造車である。1983年に出張6202に、日立製作所製2 5 0 0ト耐圧型、GTO 阻止 VVF インバータ2台、電気回路は、それぞれ直つなぎを搭載して、各種試験を経て、1984年7月25日から、 大井町線で営業運転が開始された。その後、1985年にはデハ6302に、東芝製 VVVF インバータを、デハ6002に、東洋電気製造製 VVF v, v, v インバータを、1983年に改造された6202に 4500V、ルト大圧型 GTO 阻 v VVF インバータを、同時に改造した。 新車車両としては1984年、昭和59年の近鉄1250系、電車1251編成、現、近鉄1420系、電車1421編成が最初だが、本格的な量産車両は、1986年の新形成電鉄8800系電車や東急、9000系電車、近鉄3200系電車、近鉄7000系、 電車、1987年のローレル賞受賞及び、鉄道車両初のグッドデザイン賞受賞あたりからで、これをきっかけに、多くの大手私鉄や、地下鉄に、インバータ車両の試験導入をへ、本格的な導入が、開始された。イベット阻止を利用した、インバータ搭載車両は、1992年の、A 段、現、東京メトロ06系、電車、07系電車が、初となる。 また JR 西日本207系電車0番台と JR 東日本701系電車及び JR 東日本901系電車 A 編成後に209系電車900番台に改造されたが装置は三菱電機製の GTO に取り替えられたではパワートランジスタ素子を使用したインバータが採用されている1990年代以降 日本での新造電車は、路面電車から新幹線に至るまで、VVVF インバータ制御が主体となった。東京メトロ6000系電車や小田急8000系電車など、既存の直ョパ、抵抗制御車の電気機器を VVF インバータに交換改造したり、果ては、伊予鉄道3000系電車や越前鉄道 MC、7000系、名古屋市交通局5000系電車のように、 中古車両の譲渡に際し、電気機器を VVVF インバータに交換改造した例も出現している。一方、実用初期に製作された車両は、心臓から20年以上経過したことから、半導体素子の経年劣化による制御装置の交換や、一部には廃車、解体された車両も出ている。これらの改造や新車の導入により、 営業用車両がすべて VVVF インバータ制御になった鉄道事業者も出てきており2012年平成24年9月には京王電鉄が大手私鉄発となる全営業車両の VVVF インバータ制御統一を達成している2010年代ではシックをダイオードやトランジスタに使用した VVVF が開発実用化され 従来のイベットよりもコンパクトかつ、より省電力化されたインバータが登場している。申請者では、JR 東日本 E235 軽電車に初、導入されたのを皮切りに、神戸電鉄6500軽電車や、JR 西日本323軽電車、西鉄9000電車で採用されたほか、既存車や PTRVVVF 車、さらには、 初期の GTO を使用した車両の駆動装置の更新にも使用され、東京メトロ05系北綾瀬市専用改造車、小田急1000系更新車、京都市交通局10系更新車、新京成電鉄8800系更新車、北上急行電鉄7000系更新車、7000A 系、西武6000系更新車、JR 九州811系リニューアル車で使用された。 その後も採用例が増加している。日本初の熊本市交通局8200系、電車、1982年、昭和57年から1986年、昭和61年までに、登場の VVVF 制御車両一覧。全車両が、VVVF 制御、車両数に、がついているものの形式には、両数に付随車を含む。一部車両が、 VVVF 制御の形式には、両数に付随者を含まない。VVVF インバータ制御車両最大の特徴とも、いえる、発車時、停車時に発生する何度も工程が変化するような音、ジレノンは、パルスモードが変化しているために発生するものである。車両発進時には、p というような音や、BE や、キーインという音で起動するが、その後は、自動車が、 トランスミッションで変速するときのエンジン音のような音がする。これらの音は主にモーターから発せられ、インバータ装置自体からも GE とモーター音に合わせてスイッチング音が聞こえる場合がある。これらの音は多種多様であり、同じ製造企業、機種のインバータを搭載していても中のプログラムや設定が異なると全く違う音を立てる。GTO では近鉄の GTO。 VVVF インバータ社のほとんどが、また、小田急線系の一部や新形成8800系、JR 東日本209系910番台、リベットでは、JR 西日本223系2000番台一時車の、東芝製制御装置車や223万1000番台、体質改善車、また、近鉄5万系や22600系のように、 プログラムの更新により音が以前と全く変わった車両も存在する。GTO 素子を使用したインバータでは発射時、停車時の音を耳障りと感じる人も多いがリベット素子ではスイッチング周波数を高くできるため耳障りな音色を改善できるようになった。なおシーメンス製の GTO 阻止を用いたインバータ制御装置を搭載した車両の一部では音階のような音が 主電動機とインバータ制御装置より発せられる。このことから、シーメンス製のインバータ制御装置は、ドレミファインバータや、うタう電車とも呼ばれる。JR 東日本 e 5 0一1系電車や、k 急2 1 0 0系電車等。現在、電車用の直接型交流電力変換機は、大電力の製品が実用化されていないため、交流電格管に用いられる電車であっても、 一旦直流に変換、整流を行ってから、VVVF インバータを用いる制御、コンバータインバータ方式を行う必要がある。省電力であれば、マトリックスコンバータなどとして製品化されている。他。5、おさむき。